もっとウィナーということでよろしくお願いします。今日はですね、歴史の温泉こちらの方をですね、インプレさせていただきたいと思います。見ての通りの、まあ、金ですね。まあ、金銀銅の金っぽいです。はい。っていうですね。まあ、性能維持がすごく良くてですね、テンション維持もすごく良くて、っていうのが売りのソリックかなと思います。で、そのソフトのバージョンということですね。でですね、まあ、今回、4G ソフトと、4G ラフをですね、同じ CX200 から決定になって、で、同じ日に同じ時間に打ってで、まあ、その辺の比較なんかもね、ちょっと交えながらお話しさせていただければなと思うんですけども、4G ソフトね、まあ、一番最初打ったときですね、まあ、まず軽く打ってみたときは、ああ、打球感前っぽいな、こういう感じの飛びで、こういう感じの飛びの高いねっていう感じで、まあ、可もなく、不可もなく、なんていうか、非常に聞いてみますかな、なんて思ってたんですけども、まあ、今度は、ちょっとスイング早めにね、まあ、自分のいつもの、ラリーをするときのニュートラルなスイングにしてみると、そうしても、あんまりスピード感が変わらなかった。まあ、スピンはですね、まあ、多少強くかかってたかなと思うんですけども、まあ、思いっきりっていうか、まあ、芝木に行った割には、そんなにスピードが乗る感じがなくてですね、まあ、多少なんていうんですかね、パワーロス感っていうのを正直感じたところのストリングですね。ただですね、マイルドなのは間違いなくマイルド。ただ、まあ、ストリングマップ全体でいくと、まあ、マイルドよりはちょっとハードな、ストリングかなっていうふうに思いますけども、あとですね、スイング強度を強くすれば強くするほど、ちょっと打球重く感じましたね。だからボールをすごく捉える感触。だから、なんていうんかな、少しボールを捉えられるそういう柔らかさっていうのはある。ストリング自体がすごく、よくたゆんでくれるっていう、その捉える感触っていうのはあるんだと思うんですけども、まあ、決してそれをグッて押し出せることができないと楽には飛ばせない。なんでどっちかっていうとね、ちょっとスイングスピードゆったりめな方が同じぐらいのスピードのクオリティのボールになるんで、割とゆったりめの方が実はいいんじゃないかなと。逆に言えばゆったりめの人でもスイングスピードが鋭い人と比べてもそんなに差が出ない、差が出にくい。でゆったりめでも十分使いこなせるストリングなのかなとラリーではね。ボレーはね、非常に打ちやすかったですね、ボレーに関してはね。まず打球感がマイルドめ、だからそんなにマイルドっていうほどマイルドでもないですし、ただ反発はすごく良いので、ちょっと合わせるだけでね、まあ、ちょっと合わせる必要はあるんですけども、そのちょっと合わせるでこう自分がコントロールしていく感じがあるので、自分が思ったところにしっかり飛ばせる。で深い、浅い。で、力、スピードを加える、加えない。あと、左右ですね。そういう、自分自身はコントロールの方に神経が向けられるんで、それ以外のところにですね、あんまり神経を向けずにですね、ちょっと振るだけで、ちゃんと合わせられるっていうのがですね、すごく打ちやすいと感じる、ストリングでした。だからボレー精度に関しては、すごく高い。ボレーし続けることもできるし、まあ、そんなに柔らかすぎないんで最後でもパッパッっていうのを決めやすいなっていうふうに思ってましたね。で、まあ、最後相手側指定を受けてるんですけど、まあ、軌道としてはそんなに高くもないけどそんなに低くもないっていう感じですね。まあ、軌道を持ち上げて打つというよりはスピンをかけて打つというよりはどっちかっていうとまっすぐに軌道低めで打ち込んでいく感じ。ただボールにそんなにスピード感が出るわけでは、僕のスイングではスマップはそんなに出せなかったので、まあ、ちょっとゆったりめでね、打って、コントロールして、ミスなくいくっていう感じですかね。そういうのが得意なストリングかなと思いましたね。
ちょっとね、思いっきり打ってもね、あの打球感が重くなるだけで、そんなにスピードとかパワーが出る感じじゃなかったんで、まあ、その使い方になるんじゃないかなと思いますね。で、サードを打っていきます。まあ、サードについても、まあ、打球感がそこまで硬いわけではないんで、非常に振り抜きやすいので、で振り抜いて、できるだけ回転方向、回転方向に振り抜くことで確率を維持することができる。ただ、まあ、なんていうんですかね、攻撃的なサードにはならないなっていう感じですね。できるだけ回転をかけて、回転をかけて、こうコートを広く使ったりとか、相手の予想を外したりとか、コントロールをすることでですね、あの相手の予測を外して相手を崩していくっていうことが、まあ、そういうことが必要な感じかなと思いますね。確率でいけば、あのコントロールはそんなにしにくいわけではないので、まあ、スピードとかは出にくいんですけど、しっかり回転方向に振り抜けばそれなりにちゃんと回転はかかってくるし、で打球が前に行くのでね、あの振り抜きはどんどん強くしていけると思います。ただやっぱりね、さっきのストロークと同じで、あのある一定のこうスイングよりもちょっと強めにしていくと、グッてこう噛む感じがあって、重さを感じるんですよね。そうするとちょっと途端に僕なんかだとなーっと振り切れないなっていうようにあったんで、まあそれでも振り抜けるぐらいのスイング強度の人であれば、振り抜いちゃってやっていけると思います。今度はサイドですけど、まあ、回転かけてくるっていうことでもないんですけど、そんな極端にグリグリかかるっていう感じでもないんで、まあ、スピンサーブ、確率の高いスピンサーブを打つという意味ではいいんですけども、まあ、そんなに何ですかね、思いっきり跳ねさせる、思いっきり逆側にこう追い出すとか、そういうのはちょっと一度だったのかなと思います。ただボールが暴れるような感じはなかったので、一定のね感じで打ち続けることができるなっていうのは非常に安定感と安心感というか思いましたですね。やっぱりちょっと思いっきり振り抜いても、その分ちょっとグッて重さを感じるところがあったんで、まあ、ちょっと上に向かって振り抜くっていうのが僕のねパワーでちょっと振り抜いたかなと思いましたね。スピードもねそんなに出る感じじゃなかったんですよね。まあ、どっちかっていうとやっぱり回転回転でね、あのセンターボディでワイドとか打ち分けることでね、相手の予測を外したりとか、3球目の攻撃につなげていく、そういうストリングになると思いますね。安定感は高いんですけどね。てな感じで、今回、4G ソフトこちらの方でいただきました。詳しくは、ブログの方にも載ってますので、ぜひ、あの概要欄から見ていただきます。そちらの方もご覧いただければ嬉しいなと思います。こちらの動画の方もですね、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。モチベーションになりますのでね、いろんなストリング、ラケット、インプレしますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた。